民放テレビ全国4パカとは、1986年1月17日に、当時の郵政省が打ち出した、情報格差是正施策である。各都道府県の民放テレビ視聴可能局数12、県の民放テレビ視聴可能局数が4局以下である。民放テレビ電波割当計画の中で1982年制定の、初期基本方針を1985年に一部、修正。 全国各地における受信機械平等の実現を図るという項目に一般放送事業者による最低4の放送が受信可能となることという文言を追加。全国47都道府県すべての民放テレビ局を最低4つにするという計画を明示したは除く。百八十三年までに民放多数化が実現した地域は北海道、宮城、福島、 関東広域圏、新潟、静岡、中京広域圏、近畿広域圏、岡山香川、広島、福岡の11地域に過ぎなかった。1986年1月18日に示された第1段階においては、青森、秋田、岩手、山形、富山、石川、長崎の以上の7地区に、第3局目の周波数を割り当てる方針が決定されている。 なお、同年2月には、鹿児島に第4局目の周波数が、北海道、福岡の2地区に、第5局目の周波数が割り当てられたほか、長野、熊本の2地区では、すでに第4局目の周波数が割り当てられていた。なお、これ以外にも1980年代後半から1990年代前半に、かけて、全国各地で3局目、4局目の民放テレビ局が、 相次いで新規開局している。また政令指定都市を持つ都道府県は1989年10月までに民放テレビ4局化を完了させている。上記の政策により、岩手、山形、長野、石川、愛媛、長崎、熊本、鹿児島の8県が新たに民放テレビが4局で揃い、青森、秋田、富山、山口、高知、大分。 沖縄の7県は民放テレビの4局化は頓挫したものの、平成新局が1局新たに開局して3局化された。新規に開局する各局は、本放送開始前に試験電波を発射し、各 TV 受蔵機録画機の新規チャンネル設定を呼びかけるチラシを当該放送地域の各世帯へ配布した。しかし、 視聴率競争やスポンサー獲得合戦の熾烈化、若年層のテレビ離れ加速、不況による CM 収入落ち込み等により、経営難に陥るケースが増加したことから、この施策は、サクラんぼテレビジョンと、高知さん,さんテレビの以上 FNNK2 局の開局を最後に、1997年4月1日、事実上収束した。そのため、山梨、福井、 鳥取島根、徳島、佐賀、宮崎の6地区7県では民放テレビ局が1局も新規開局していない。このうち山梨、鳥取島根の2地区3県では民放テレビ局の新規割当てすらなされなかった。さらに福井、徳島、佐賀、宮崎、沖縄の各県では2番目、3番目あるいは4番目に開局予定だった。周波数割当てが取り消されている。 現在民放テレビ3局以下となっている地区は13、地区14県である山口、高知、大分、沖縄の8地区9県。2局地区、山梨、福井、宮崎の3県。1局地区、徳島、佐賀の2県。なお、3局以下地区のうち大分、宮崎の2県は各県に所在する。 民放テレビ局のうち一局をクロスネットとすることにより、民放テレビ四大系列が視聴可能な状態を疑似的に作り出しており、福井は一局をクロスネットとすることで三系列が視聴可能な状態を疑似的に作り出しているが、それ以外の十地区十一系にクロスネットの民放テレビ局は存在せず、該当権にない系列の番組を万反扱いで、 系列外ネットする程度となっている。なお、JNN 系列局は、排他協定の規則により、クロスネットは禁止となっており、加盟28局は全てシングルネットである。三極地区の青森県には、FNNFNS 系列及び、TXN 系列局がないが、沿岸部の多同県に隣接した地域では、スピルオーバーの受信や CATV 局の、 区域外再放送によって FNNFNSTXN 系列を視聴している世帯が東北の他県より比較的多い CATV 局の再放送に関しては特に38上北地区ではミニエー、自治体ウニエーにかかわらず同地区にある全 CATV 局でミットがデジタルで再放送されている青森市のアクト青森ケーブルテレビでは 部は2011年7月24日、TVH は2016年3月1日より、デジタルで再放送している。また、下北郡風間浦村の風間浦村へ、協調システムにおいては、部、TVH だけでなく在屋を、在完全局の再放送が行われている。上記のことから、地元神の東欧日報、デイリー東北は、 テレビ面で面ンコと TVH の番組ラインを財政局の右隣もしくは下段にフルサイズで掲載している。しかし、同じ青森県内であっても、秋田県に面した内陸部や弘前市を中心とした中南な三津軽地域では、秋田、岩手、北海道からの放送派は通常では受信できないため、FNN、FNS、TXN 系の番組を リアルタイムで視聴することはできない。なお、青森県に系列局を持っていない FNN と TXN 全国報道取材は、富士テレビ、青森市局とテレビ北海道が行っており、北海道ローカルニュースでも青森県内のニュースを一部報道している。三極地区の秋田県には JNN 系列局がない。周囲を山に囲まれている地形的要因から、 林県の JNN 系列局をはじめとする林県電波を直接受信可能な地区は大幅に限られている。ただし NNNNNS 系列の秋田放送と FNNFNS 系列の秋田テレビが JNN 系列の番組を番班扱いで一部辞書ネットしているほか秋田ケーブルテレビでは IBC 岩手放送の再放送を行っている。さらにニカ星から 小笠市にかけての沿岸部では、テレビ流山形鶴岡中継局が、大館市周辺では、青森テレビが直接受信可能で、そちらに UHF アンテナを向けている世帯も多い。なお、秋田県に系列局を持っていない、JNN の全国報道取材は、大館市、三カ市から、小笠市を除く全域を、IBC 岩手放送、大館市は、青森テレビが担当している。 IBC が対応できない場合、宮城、東北放送が対応する。山梨県には民放テレビが NNNNS 系列の山梨放送と JNN 系列のテレビ山梨の2局しかなく、3局目の周波数の割り当てが行われなかった。そのため、県内には FNNFNS、アン、 TXN の系列局がないが、在京局のフジテレビテレビ朝日、テレビ東京が3つ峠で受信され、CATV で再放送されている。また、多くの世帯が CATV に加入している。なお、山梨県に系列局を持っていない FNN 案、TXN の全国報道取材は、 在京局の富士テレビテレビ朝日、テレビ東京がそれぞれ市局や駐在を置いて行っている。三極地区の富山県にはアンケーレ列局がない。ただし、富山県内の CATV 局では北陸朝日放送が再放送されている。また、県内三局、富山テレビチューリップテレビによる自社ネットで一部の番組を視聴可能。 富山県に系列局を持っていない案の全国報道取材は基本的にはテレビ朝日富山市局が行っているが場合によってはハブが担当することもある。また富山県内の新聞は北陸朝日放送の番組表をフルサイズで掲載している。二極地区の福井県には j n n の系列局がない。ただし福井放送が NNNNNS とアンのクロスネットとしていることで、FNNFNS シングルネットの福井テレビジョン放送と合わせて民放テレビ3系列が疑似的に視聴可能。FBCFTB 両局は共に JNN 非加盟であるため、JNN 系列のテレビ番組は FBC、FTB 両局経由の時差ネット、衛星放送、CATV の区域外再放送、 毎日放送でしか視聴できない。さらに FBC は、安価名局ではあるが、ニュース系列及びゴールデンプライムタイムのネット、受け番組は、NNNNS 主体であるため、福井県で直接視聴できないン系列番組も、多い、朝日放送テレビで視聴を可能。1990年代には3局目、民放テレビとして、福井文化テレビジョンの開局計画があった。 同局は JNN1 いずれかに加盟する予定だった。しかし、福井文化テレビジョン用の周波数は後に割り当て、取り消しに追い込まれ、開局には至らなかった。その結果、福井県は北陸3県で唯一平成新局が実在しない県となった。なお、2017年度末時点の福井県における、 ケーブルテレビ加入率は75.4%に及んでいる。福井県に系列局を持っていない JNN 及び FBC が担当できない場合の案の全国報道取材は、冷北地方在勤局の MRO ハブが、峰南地方在販局の MBSABC が担当している。また、阿波羅市や堺市の一部地区では、 金沢親局を直接受信する形で在勤局が視聴可能。三極地区の鳥取、島根両県には安系列局がない。周囲を山に囲まれている地形的要因から林県の安系列局をはじめとする林県電波を直接受信可能な地区は大幅に限られている。ただし鳥取、島根両県の大半の CATV 局では 林県の安系列局、瀬戸内海放送、広島ホームテレビ、山口朝日放送の再放送が行われている。また、県内3局、日本海テレビ、山陰中央テレビによる、自差ネットで一部の番組を視聴可能。鳥取、島根両県に、民放テレビ局4局目の周波数は、割り当てられなかった。山陰両県に系列局を持っていない。 案の全国報道取材は、鳥取県全域から、島根県東部については、テレビ朝日鳥取市局、米子市局、松江市局の各市局が担当する。また、松田市、鹿野足郡を除く島根県西部については、広島ホームテレビ、松田市、鹿野足郡については、山口朝日放送がそれぞれ担当する。三極地区の山口県には FNN、FNS、 TXN 系列局がない。1970年4月1日に第2局として開局したテレビ山口が開局当初は JNNFNS1 のトリプルネットとなり、後に1978年10月1日よりと交換し JNNFNS のクロスネットとなった。しかし、 テレビ山口は1987年9月30日をもって FNS を脱退し JNN フルネット局に移行。1993年10月1日には第3局となる山口朝日放送が開局。これにより第1局の山口放送は NNN フルネット局に第2局のテレビ山口は JNN フルネット局におのの正式移行した。 その後山口県には民放テレビ4局目の周波数の割り当てはなされなかったことから山口県の民放テレビ4局化は頓挫した。これにより山口県から FNN、FNS 系列局が消滅したが同県は3方を海に囲まれている地理的条件から他県の電波が受信可能なエリアが多くアンテナによる 直接受信や CEATV により、林県の FNN、FNS 系列局を受信している世帯が多い。下関市や宇部市など県西部の大半で、テレビ西日本が、岩国市などで、テレビ新広島、柳井市などで、テレビ愛媛、萩市などで、三院中央テレビジョン放送、諏訪灘一部沿岸で、テレビ大分といった周辺の県の富士計画局を、 直接受信できる地域が多い。県中西部の瀬戸内海に面した地区では TXN 系列の TVQ 吸収放送が直接受信できる。また、臨県のテレビ局を直接受信できない地区での CATV 契約件数が非常に多い。県庁所在地である山口市をはじめ、豊富市、峰市、萩市、長戸市、周南市、下松市、 講師などをカバーする CATV 各社は在福局の中でも在福地各局とネットワークが重複しない FNN、FNS 系の TNC や TXN 系の TVQ を区域外再放送している。山口県に系列局がない FNNTXN の報道取材は FNN においては岩国市や脇町をテレビ新広島、萩市や アブマチを、山陰中央テレビがそれぞれ担当、それ以外のエリアを在福局のテレビ、西日本がメインで担当し、TXN においては、在福局の TVQ 九州放送が担当する。徳島県における、県域民放テレビ局は、NNNNS n, 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 n 系列の四国放送のみだが、沿岸部を中心に在阪局の毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ放送、 読売テレビ放送、テレビ大阪の系列5局とテレビ和歌山が、生駒山、または、各局の和歌山中継局、五ボ中継局経由で直接受信可能。なおテレビ大阪は、生駒山からのみ、テレビ和歌山は和歌山、または、五ボからのみ可能である。それに加えて、3テレビが、県北東部を中心に受信が可能な地域がある。 CATV でも在阪局のほか関西独立局の区域外再放送を実施し、四国放送でも JNNFNN 案番組が一部辞さネット、されている。徳島県には2局目の民放テレビ開局構想があり、ニュー、徳島放送として2局目の周波数が割り当てられたが、その後取り消された。NHK、読売テレビテレビ、 大阪以外の在阪局及びテレビ瀬戸内は、徳島県も、取材対象地域としており、関西と岡山、香川の、各、ローカルニュースでも徳島県内のニュースを一部、報道している。ただし、上述の通りテレビ瀬戸内は、三好市など県西部の一部でしか視聴されておらず、県東部では主にテレビ、大阪やテレビ和歌山で、TXN 系列番組が視聴されている。 三極地区の高知県には、安系列局がない。周囲を山に囲まれている地形的要因から、林県の安系列局をはじめとする、林県電波を直接受信可能な地区は大幅に限られている。ただし、高知県内の CATV 局は、高知都市圏では、瀬戸内海放送が、西部エリアの四万都市、四万都町、ス毛市では、 愛媛朝日テレビが再放送されている。また、県内2局テレビ高知による、時差ネットおよび同時ネットで一部の番組を視聴可能。ちなみに、高知県内は、CATV の普及率並びに加入率が山間部を中心に低く、また高知33テレビは、平成新局ということもあって、アナログ放送の中継局数が少なかったため、 視聴可能な地上波テレビチャンネル数が少ない地域も多かった。なお、高知県に系列局を持っていない案の全国報道取材は、西部エリアを除く全域を朝日放送テレビ、高知市局及び西部エリアを愛媛朝日テレビが担当する。佐賀県における県域民放テレビは FNNFNS 系列の佐賀テレビのみだが、 県内ほとんどの地域では在福局が直接受信及び CATV 経由で全チャンネル視聴可能。合わせて在熊局及び在長崎局が直接受信可能な地域もある。佐賀県はこうした特殊な電波事情によりアンテナの向きが世帯、地域により異なっている。佐賀県にも2局目民放テレビ開局構想があり、 その周波数もあり当てられていたが取り消された。チャンネルスキャンで在助局の NHK 佐賀総合、NHK 佐賀ーテレ STS、在助局と番号が重なる、在副局の KBCNHK 福岡、イーテレ NHK 福岡総合、在長崎局の NHK 長崎総合、NHK 長崎イーテレ NBC 及び、 在熊局の NHK 熊本総合、NHK 熊本イーテレ RKK には、枝番号が付けられる。さらに、在福局の RKBFBSTNC は、在長崎局の2部 NCCKTN や、在熊局の KKT、カブトクと同じ ID であるため、枝番号が付けられる。全曲映った場合、 KBCNHK 長崎総合、NHK 熊本総合には、零一一から一、零一一から二、零一一から三が、NHK 福岡 E テレ NHK 長崎 E テレ NHK 熊本 E テレには、零二一から一、零二一から二、零二一から三がそれぞれ付く。NHK 福岡総合、NBCRKK にも、零三一から一、零三一から、 2,031から3が、RKB2 部 KKT には、041から1、041から2、0 4 1から3が、FBSNCC 下部には、051から1、051から2、051から3が、TNC、KTN 特には、081から1、081から2、081から3が、それぞれつく。NHKTNC 以外の大副局。 九州朝日放送、RKB 毎日放送、福岡放送、TVQ 九州放送は、佐賀県も取材対象地域としており、福岡ローカルニュースでも佐賀県内のニュースを一部報道している。三局地区の大分県では、第二局のテレビ大分が、NNN と FNN のクロスネットとすることで、アン系列の大分朝日放送と合わせ民放テレビ、四系列が、 擬似的に視聴可能である。ただしとすは、曜日や時間帯により、ネット受けする、ニュース系列や、ゴールデンタイム番組系列が異なっているため、大分県で直接視聴できない N N N、NNN、NNSFNN、FNS 両系列番組が多く、直接受信や CATV 経由で林県の、シングルネット局とテレビ西日本、南海放送とテレビ、愛媛など、 を視聴する人も少なくない。なお、在福局の TVQ 九州放送は、大分県も取材対象地域としており、福岡ローカルニュースでも大分県内のニュースを一部報道している。二局地区の宮崎県では、第二局のテレビ宮崎が FNNNNN1 のトリプルネットとすることでと、合わせ民放テレビ4系列が疑似的に視聴可能。 ただしアンクは都市同様、曜日や時間帯により、ネット受けするニュース系列およびゴールデンタイムの番組系列が異なるため、宮崎県で直接視聴できない NNN、NNSFNN、FNS ワン系列番組が多く、林県のシングルネット局を直接受信や CATV 経由で視聴する人も少なくない。しかし、宮崎県は、 山間部を中心に CATV の普及率並びに加入率が低い上周囲を山に囲まれている地形的要因から臨検電波を直接受信可能な地区が限られているため衛星放送加入率が高い1990年代には3局目民放テレビ開局用の周波数も国から割り当てられ開局が実現すれば第3局は NNN はいずれかに加盟予定だったが、宮崎第三局民放テレビ構想は幻に終わり、周波数割当ても取り消された。さらに、宮崎県そのものも、民放テレビ局の新規開設には、費用対効果の関係上難しいとの見解を示している。三局地区の沖縄県には、NNNNNS 系列局がない。 なおこれまで沖縄県の民放テレビはが開局するまでの間、琉球放送、沖縄テレビの2曲ともにアナログ親局が VHF のつぼめのみだった。なお株は RBC と同じ建物に本社、演奏所を構え、制作、報道、アナウンス、営業以外の一般業務は RBC に委託している。日本テレビは当初沖縄にも系列局開設を 予定していて、南西放送として、周波数も割り当てられていた。しかし後に、沖縄の民放テレビ四局化は頓挫し、南西放送用の周波数割り当ても取り消された。なお、沖縄本島北部では、高性能、氷得の UHF アンテナを用いれば、鹿児島読売テレビの地名中継局を直接、受信可能な地区があるが、 基本的に、沖縄県内 CATV 局は他県にある日本テレビ系列局の再放送を行っていないため、NNNNS 番組はアトブ及び RBC 経由による自社ネットや衛星放送経由でしか視聴できない状況が続いていた。しかし、沖縄ケーブルネットワークは2019年8月1日より、コミュニティチャンネルにおいてヘドミサキに設置した。 受信店を経由した、鹿児島読売テレビの区域外再放送による、日本テレビ系列の番組の放送を、生放送の報道番組、情報番組を中心とした一部番組に限る、形で開始した。これら民放テレビ4局未満地区の各県は、もともと民放テレビ局が4局も経営を維持、できるだけの人口や経済力を持ち合わせていない上に、 在京キー局側も BS 進出、デジタル化による設備投資額の増加や景気低迷などにより民放テレビ4局未満地区に新局を開局する意欲が皆無であることから民放テレビ4局未満地区での4局化は地上デジタルに完全移行され電波帯域に秋が生まれた場合でも鳥取県、島根県、岡山県、香川県のような電波相互乗り入れや 放送業務の一部を琉球放送に委託している琉球朝日放送のような一局に派が認められない限り非常に困難な状況である民放テレビ民放ラジオは老舗局を中心にもともと地元の新聞社や政財界とのつながりが深く地方では二局目以降の民放テレビが開局するにあたっても政財界や老舗の地元新聞社が関与するケースが 多かった。1959年10月1日開局の第1局のラジオ、青森テレビは、開局準備期からサービス放送の段階まで、ラジオ、東京テレビ系列で編成していた。しかし RAB は、KRT 側が示した、CM 基本料金が想定より安く設定された、ことに反発。 マイクロ回線の都合が重なったことも加わり、RAB テレビは本放送開始の直前である9月25日に急遽経営戦略上有利な日本テレビ系列に変更した。なお RAB ラジオは JRN 及び NRN にそれぞれ加盟して現在に至る。1969年12月1日に開局した第2局の青森テレビは開局までに2度。 開局後も一度ネット方針を変更している。1980年代後半から90年代の民放四局下の機運にあたり、第三局はテレビ朝日系列で調整され、1991年10月1日に青森朝日放送が開局して、現在に至る。結局、ABA 開局後も周波数の割り当てもなされなかったため、 青森県の民放テレビ四局化は頓ん現在青森県の FNN 報道取材は、富士テレビが青森市局を設置し、市局者には中継車も配備されている。しかし38カミキタ地区は、実質的に岩手面ンコテレビが担当している。また青森ケーブルテレビでは北海道文化放送と、テレビ北海道が再送信されている。なお、 1> 第1局の RAB、第2、局の ATV とも過去に、テレビ朝日系列にクロスネット加盟していたという、全国的に珍しいケースである。県内民放第1号は、IBC 岩手放送で、1953年12月25日に、ラジオ岩手として、ラジオ放送を開始。六年後の1959年9月1日には、JNN 系列として、 TV 放送も開始しらて県営化。1969年12月1日には、県内2番目となる NNS 系列のテレビは手が開局した。同局は1970年1月1日から1980年3月31日まで、クロスネット局として、案にも加盟していたが、翌4月1日より、現在の日テレ系列局へ移行している。 1991年4月1日には、県内3番目となる岩手メンコイテレビが、富士系列局として、開局以来15年半ぶりの新規参入。ミットは開局当初から1995年まで、本社機能を当時の水卓市へ置いていたが、これは、当治出身政治家、小沢一郎の影響力によるものと見られている。やがてミッドは、 利便性が高い森岡市へ、本社機能を完全移転したため、欧州市の旧ミット本社は1999年に、市側へ、無症状とされて、面濃い美術館に衣替え。旧水宅スタジオは、地元コミュニティ FM 局、欧州 FM 放送が再利用している。なお3曲目のミットが開局した段階で、岩手に第4曲目のアナログ電波を割り当てる旨が、 すでに決定しており、その施策にのっとって、テレ朝系列局となる県内最後発の、岩手朝日テレビが1996年10月1日に、開局。これにより、岩手県は、東北地方では、宮城、福島に次いで3番目に、北東北で唯一民放 TV が4局で揃って、現在に至っている。秋田県の場合、 第一局の NNS 系列局秋田放送は、開局当初ラジオのみならず、テレビでも TBS とのつながりが深く、1992年までは JNN 系列の番組を一部同時ネットしていた。こうしたことから、地元紙の秋田伊佐尾新報が三局目の民放テレビ加盟系列を JNN とすることに難色を示したため、秋田三局目の民放テレビ局は、 アン系列の秋田朝日放送として1992年10月1日に開局、現在に至る。県内民放第1号は、東北放送で、1952年5月1日に、仙台放送として、ラジオ放送を開始。7年後の1959年4月1日には、JNN 系列局として、TV 放送も開始しらて県営化された。 1962年10月1日には県内2局目となる仙台放送が開局した。1970年10月1日には県内3局目となる宮城テレビ放送が開局した。1975年10月1日には県内最後発となる東日本放送がアンケーレ列局として開局。これにより宮城県は民放 TV が4局で揃って、 現在に至る。県内民放第1号は山形放送で1953年10月15日にラジオ山形としてラジオ放送を開始。7年後の1960年3月16日に NNN 系列局として TV 放送も開始しラテ県営化。1970年4月1日に県内。 第2局山形県内初のアナログ UHF 局として開局した山形テレビは当初 FNS 系列だったが経営上の理由から1993年4月1日に現在のアン系列に倶替えしたこのため FNS 系番組を直接視聴できない状態となり県民は山形に富士系列局が欲しいと要望県内では 富士テレビ系民放第四局を作る会が結成され、署名運動などが行われた。富士テレビは山形に新局を開局する予定はなかったが、その熱意から方針転換して開局を決断。こうした経緯で1997年4月1日にサクラんぼテレビジョンが開局し、山形県で FNS 系番組が4年ぶりに直接視聴可能となった。 県内民放第1号は、福島テレビで、佐賀県の佐賀テレビに次いで、全国2番目に遅い1963年4月1日に、県内民放テレビ放送を開始。県内民放第2号は、地元新聞最大手の一社である、福島民友と郡山市などが主導して設立された、福島中央テレビで、 福島県内発のアナログ UHF 局として1970年4月1日、開局。その後も、地元に大新聞社の福島民放と福島民有、福島市と郡山市の対立などから、後発民放テレビ局とのネットチェンジを、繰り返しながらも、1983年までに、県内民放テレビ4パカを達成させる。県内民放第1号は、 新潟放送で1952年12月24日にラジオに新潟としてラジオ放送を開始。6年後の1958年12月25日には JNN 系列局として TV 放送も開始しらて県営化された。1968年12月16日には県内2局目となる NST 新潟総合テレビが開局した。 1981年4月1日には、県内3局目となるテレビ、新潟放送網が NNN 系列局として開局。1983年10月1日には、県内最後発となる新潟テレビ21がアン系列局として開局。これにより、新潟県は民放 TV が4局で揃って、現在に至る。県内民放第1号は、 北日本放送で1952年7月1日にラジオ放送を開始。7年後の1959年4月1日には NNN 系列局として TV 放送も開始しらて県営化された。1969年4月1日には県内2局目となる富山テレビ放送が FNS 系列局として開局。 1990年10月1日には、県内3曲目となる、チューリップテレビが、JNN 系列局として開局。タットは、開局から現在に至るまで演奏所は、富山市にあるが、本社は、高岡市に置いている。結局、タット開局後も、周波数の割り当てもなされなかったため、富山県の民放テレビ4局化はとんざ。現在、富山県のアン報道取材は、 テレビ朝日が富山市局を設置し、市局舎には中継車も配備されている。また、富山県内のケーブルテレビ局では、北陸朝日放送が再送信されている。県内民放第1号は、北陸放送で、1952年5月10日に、ラジオ北陸として、ラジオ放送を開始。6年後の1958年12月1日に、 JNN 系列局として TV 放送も開始しらて県営化された。1969年4月1日には県内2番目となる石川テレビ放送が FNS 系列局として開局。アナログ UHF 送信所は自社敷地内に設置した ITC 開局から21年後の1990年4月1日には 平成新曲となる県内3番目のテレビ金沢が NNN 系列局として開局。これにより本州の日本海側では NNN 系列局が全てで揃った。アナログ UHF 送信所は ITC 本社近隣に設置し、その翌年には県内最後発となる北陸朝日放送がアン系列局として開局し、アナログ UHF 送信所は相乗りした。 これをもって、石川県は、北陸3県で唯一民放 TV が4局、出揃い現在に至っている。なお MROKTK、OK、は、北国新聞と ITC は、北陸中日新聞と、ハブは、朝日新聞とそれぞれ、つながりが深い。県内民放第1号は、新越放送で、1952年3月25日に、 死な放送として、ラジオ放送を開始。6年後の1958年10月25日には、JNN 系列局として、TV 放送も開始しらて県営化された。1969年4月1日には、県内2局目となる長野放送が、FNS 系列局で開局。1980年10月1日には、 県内3曲目となるテレビ新集が開局した。1991年4月1日には、県内最後発となる長野朝日放送が、ーレ列局として開局。これにより、長野県は民放 TV が4曲で揃って、現在に至る。県内民放第1号は、静岡放送で、1952年11月1日に、ラジオ静岡として、 ラジオ放送を開始。6年後の1958年11月1日には、JNN 系列局として、DB 放送も開始しらて県営化された。1968年12月24日には、県内2局目となるテレビ静岡が、FNS 系列局で開局した。1978年7月1日には、県内三局目となる、 静岡県民放送が開局した。1979年7月1日には、県内最後発となる、静岡第一テレビが、NNN 系列局として開局。これにより、静岡県は、民放 TV が4局で揃って、現在に至る。県内民放第一号は、中国放送で、1952年10月1日に、 ラジオ中国としてラジオ放送を開始。7年後の1959年4月1日には JNN 系列局として TV 放送も開始しらて県営化された。1962年9月1日には県内2局目となる広島テレビ放送が開局した。1970年12月1日には県内3局目となる広島ホームテレビが アン系列局として開局した。1975年10月1日には、県内最後発となるテレビ新広島が FNN 系列局として開局。これにより広島県は民放 TV が4局で揃って、現在に至る。県内民放第1号は、山口放送で、1956年4月1日に、ラジオ山口として、ラジオ放送を開始。 3年後の1959年10月1日には NNN 系列局として t v 放送も開始しらて県営化された。1970年4月1日には県内2局目となるテレビ山口が開局した。の1993年10月1日には県内3局目となる山口朝日放送が案系列として開局。結局、 野部開局後も、周波数の割り当てもなされなかったため、山口県の民放テレビ4局化はとんざ。現在山口県の FNN 報道取材は、テレビ西日本、TXN 報道取材は、t v q 九州放送が担当している。しかし、県東部は、実質的にテレビ新広島、県北部は、実質的に、山陰中央テレビがそれぞれ担当している。 また山口ケーブルビジョンでは、テレビ西日本と DVQ 九州放送が再送信されている。愛媛県では、第一局の南海放送が開局当初、JNN 系列になる予定だったが、瀬戸内海周辺の中国放送や大分放送と、サービスエリアが重複することやマイクロ回線の都合から NNN 系列になり、併設ラジオが JRN および、 NRN に加盟して、現在に至る。ただし、RNB は1992年10月1日に、I、テレビが開局するまでは、JNN 系列の番組を、1995年4月1日に、愛媛朝日テレビが開局するまでは、アン系列の番組を、晩飯扱いで一部同時ネット及び時差ネットしていた。なお、 愛媛県は1995年4月1日のイート開局によりとして1969年12月10日に開局したテレビ愛媛と合わせて四国で2番目に民放テレビ4局化を完了している。県内民放第1号は高知放送でラジオ高知として1953年2月1日にラジオ放送を開始。 6年後の1959年4月1日に NNN 系列として t v 放送も開始しらて県営化。1970年4月1日には県内2番目となるテレビ高知が JNN 系列として開局している。1997年4月1日に開局した高知さん,さんテレビは高知県としては実に27年振りの新曲という。 事情や、当時の知事、橋本大二郎の公約、高知県の情報格差是正の実現の一つとして位置づけられる。橋本大二郎は、高知三々テレビの認可前に何度も、富士テレビの番組に出演しており、KSS の発起人、役員にも小学生時代の学友がいる。なお4曲目は割り当てられなかったため、高知県のテレビ4曲化は頓挫した。 県内民放第1号は、長崎放送で、1953年3月1日に、ラジオ長崎及び、ラジオさせぼとして、ラジオ放送を開始。6年後の1959年1月1日には、JNN 系列として、DB 放送も開始しらて県営化された。1969年4月1日には、 県内2番目となるテレビ長崎が NNN と FNN のクロスネット局として開局し、後に1990年10月1日より FNN フルネット局へ移行。1990年4月1日に長崎県内では初の平成新局である長崎文化放送がアンケーレ列局として県内3番目に開局した。 1991年4月1日には県内最後発局となる長崎国際テレビが NNN 系列局として開局。これにより長崎県は九州で3番目に民放 TV が4局で揃うとともに KTN が NNN を脱退して以来半年ぶりに日テレ系番組が長崎県でも直接視聴可能となった。県内民放第1号は 熊本放送で、1953年10月1日に、ラジオ熊本として、ラジオ放送を開始。6年半後の1959年4月1日には、JNN 系列局として、TV 放送も開始しらて県営化された。1969年4月1日には、県内2局目となるテレビ熊本が、NNNFNN1 のトリプルネット局として、 開局した。1982年4月1日には、県内3局目となる、熊本県民テレビが NNN 系列局として開局。1989年10月1日には、県内最後発で、平成新局第1号となる、熊本朝日放送が、ン系列局として開局。これにより、熊本県は、 九州で2番目に民放 TV が4局で揃い、同時に、特は FNN フルネット局へと移行し、現在に至る。県内民放第1号は大部放送で、1953年10月1日に、ラジオ大たとして、ラジオ放送を開始。6年後の1959年10月1日には、JNN 系列として、TV 放送も開始しらて県営化された。 1970年4月1日には、県内2局目となるテレビ大分が、NNNFNN& アントリプルネット局として開局。1993年10月1日には、県内3局目となる、大分朝日放送が、アン系列として開局。結局、オブ開局後も、周波数の割り当てもなされなかったため、大分県の民放テレビ4局化はとんざ。 現在もトスは NNN と FNN のクロスネット局であるため大分県内のケーブルテレビ局ではテレビ西日本、福岡放送、DVQ 九州放送が再送信されている。県内民放第一号は南日本放送で1953年10月10日にラジオ南日本としてラジオ放送を開始。6年後の1959年4月1日には JNN 系列として TV 放送も開始しらて県営化された。1969年4月1日には県内2番目となる鹿児島テレビ放送が NNNFNN& トリプルネット局として開局。KTS はアナログ UHF 送信塔を自社敷地内に設置し、後発の雇用手が相乗りした。地上デジタル放送開始後も この関係は続いている。1982年10月1日には、県内3番目となる鹿児島放送が、案件列局として開局した。送信書は、KTS の所在する市原に設置された。なお、MBC と NHK 鹿児島のアナログ放送送信書は、城山に設置されていたが、地上デジタル放送送信書は、 アナログ UHF 局の送信書がある支原に設置された。1994年4月1日には県内4番目となる鹿児島読売テレビが開局。これにより鹿児島県は九州で4番目に民放 TV が4局で揃った。現状では鹿児島県が九州で最後に民放 TV4 局化を達成した地域である。ありがとうございます。